今日はね、新しいタックルを使いに、なんと北海道まで。北海道といえばね、ロックフィッシュのイメージがすごい強くて、でもちろん今日もベイトタックル使ってるんでロックフィッシュね狙っていきたいんですが、ちょっとその前にこのメタルジグをつけて投げてみろと現地の佐藤さんに言われまして、表層でいいんですか？うっそー、僕がベイトタックル使うの珍しいです。竿がねソルティスト 84MB、 そしてリールがこれソルティスト TWPE スペシャル100ですね、使ってます。なんかあんまりサミングとかいらないですね。今のブレーキ設定が8番、ベイトはそこまで使い慣れていないんでちょっとブレーキ設定を落とすの怖いんですけど、結構力入れて投げてもバックラッシュしないですね。ただブレーキ設定としてはまだまだちょっと控えめでいこうかなと。慣れてきたらね、だんだん落としていきましょう。なんかライズしてますね。アメマス？そんなんいるの？おっしゃ、来た。よしよしよし。お、これ小さくないよ。おっし、来た。いい当たりが出ましたね。おっしよしよし。なんかドラグのこれクリック音がちゃんと出ていいですね。おお、これが、やばい、初めて。初めてかけた。さあどうだ。やったー、やったー、やったー。すげえ。うわー、綺麗っすね。なんだこの柄、すごいな。はい、今日使ってるルアーはねアイブセミロングの、これが 35g ですね。ピンクゴールドでヒットしました。ちょっと慣れてきましたね、投げるのも。ブレーキを今8だけど7にしよう。徐々に。あ、全然いけるな。飛距離伸びましたね。8から7にするだけで。あとちょっとサミングのコツが分かってきたかな。まあキャスト時、その後は割とフリーにしてあげた方が中間の伸びがいいですよね。このやっぱり飛距離が伸びたらそれだけね有利ですね。ちょっとねフルキャストしても届かないぐらいの位置にね潮目が見えてるんで、そこに近づけば近づくほどチャンスが広がる。全然まだ力いっぱい投げてないけど、しかもブレーキ設定とかね、この慣れた人だったら 100m 飛ぶんじゃないでしょうか。タングステンに変えます、はい、ちょっとね今の食わない時間にどうかなと思って。お、来た。よっしゃー、諦めずに巻いてたら来ましたね。当たりは突然ゴンと来ました。え、これ魚がこんな引いてるの？いや、潜ったのか。マス潜るんだ。待った方がいいですか？上にちょっと行ってみる。よしよし、抜けた。よしよし。よしよし、抜けたよ。抜けて海藻を越えたら、ちょっとまた緩くして。海藻と一緒に上がってきたね。タングステンにね、変えて、やりましたね。うわ、やべ、すげえのがついてきた。
やばやば、昆布と何今の。いや、アメマスなんですけど、やばかったな。特大がいますね。よっしゃ来た、よっしゃ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 、来た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 、よっしゃ、今見えたんだよそこで。ちょっと大きめの波紋が出たと思ったら、まんまと食ってきましたね。よしよしよし、ちょっとねドラグは緩くしてますけど、マスは緩くした方がいいっていうことで。おお、大きい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 、よっしゃよっしゃよっしゃ、でっか、でかいっすね、でかいでかい。これ今見えたやつだ。しゃー、やったー、うわやばやば、でかさが違う。うわ、めちゃくちゃでかいっすねこれ。うわでっかー。当たり遠のいたんで、今ブレーキ設定を2段階落として、今設定5です。攻めましたけど、なんかバックラッシュする気配がないですね。フルキャストして全然大丈夫。飛距離はさらに伸びました。ノーサミングでフルキャストして、着水点だけサミングしてあげると。4にするとそろそろスピニング超えそうですね。多分上級者だとスピニング以上に飛ばせると思う。3、うわすんご、これはもうスピニングより飛んでます。着水点が見えないですもんね。全然3でいけそうっすね。3でいきましょう。ちょっと夜はね、この小型のワームテキサスリグでね、ソイとか、あとなんかね、食ってくるもんなんでもいいっす。狙ってみたいと思います。よっしゃ、夜第1投目、めっちゃ飛びますね、めっちゃ飛びますね。これルアーが5から21って書いてるけど、今 3.5g で全然余裕でぶっ飛んでますね。しかもトラブルなし。明るいんでラインもよく見えるし、あ、当たった当たった、ボトムズルズルで当たりましたね。ノーヒントのなんでもない漁港でね、何か魚は釣れるのか。おお、あ、なんとなくわかるな正体。アイナメもそう、結構くわえ込むまで、あ、めっちゃ当たる。これは乗ったね。来た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 、よし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 、もう釣り上がったよ。はい、もうほんとメバルみたいですね。シルエットはメバルなんだけど、北海道のメバルっぽい魚といえばこれ。はい、エゾメバルです。こちらではガヤと呼ばれてます。でもね、今日はね食べないんで逃がしましょう。はい、じゃねー。おー、食った、よしよしよし、見えてるのが食った。おー、やっぱりもう何でもいいんかいっていう食い方してくる、素晴らしい。なんかすごい、なんか縄文時代に魚釣ってるぐらい、それぐらいすれてないです、例えるなら。ちょっと魚見ます。お、食った、よし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 、うん。全部サイズも揃ってる。まあそこまでちっちゃくないんですよね。なんかメバリングとして考えたらまあまあサイズなんですけど、でも微妙に違う。まあ面白いですけどね、ガヤ。
ドラグは強めにしとこうかな。ちょっとねロックフィッシュを狙おうと思いまして、こちらですね、シンカーがタングステン 14g で、まあ、こんなワームのセットでですね、根魚を狙っていきたいんですけど、まあ、テキサスリグですね、これでやっていきましょう。なかなか底つかない。思ったより深い。めっちゃ深い。5メートルとか全然ありますね。もうちょっとありますね。よし。根をかわして、もう一回ちょっと落としてみよう。お、食った。ああ、当たりましたね。お、当たった。ああ、当たった。当たりました。確実に当たりでした、ね、今アドバイスの通り手前の際とかですね、海藻の間とかを丁寧に狙った方がいいということでね。おお、当たった。よし、来たのかこれ。相当いい当たりでしたね今。海藻がついてる、海藻にフッキングしたかな。はい、ちょっとね作戦変更しまして、シンカーは 18g に少し重くしました。そして、フックは一番フックちょっと小さくして、で、ワームがね、2.2 インチ KJ ホックに変えて、これでね海藻の隙間にいる、ちょっとね、根から出てこないやつをね狙ってみたいと思います。まあ、イメージとしては海藻の隙間の甲殻類とかね、小型のカニとかそういったものを捕食してるやつを釣っていこうかなと思います。よしよしよし、来た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 。おお、これ結構いいんじゃない。思ったよりめちゃくちゃ引くよ。うっそ。よしよしよし、よっしゃよっしゃ、でかいでかい、よしよし、でかいの来ました。やったー。おお、両型。いや、あんまりアイナメ釣ったことないんですけど、おそらく自己記録じゃないですかね。40センチぐらいありそうな、いい型のアイナメですね。しゃ、楽しませてもらいました。ありがとうね、またね。ここはそんなに起伏がないですけど、まあ相当起伏があるエリアとかはもうこのクラッチ切るだけでね落とせちゃうんで、まあ、ベイトの方がやりやすいと思いますけど、スピニングでやるイメージ湧かないですね逆に。これはお、当たった。うわー、来たか、ついに来たか。来ましたね、いい魚来ました。よっしゃー、狙い通り遠投できましたよ。うわ、強いよ。よっしゃー、よっしゃー、出た。よっしゃー、狙い通り、でかい。うわ、これは記録更新ですね。やった。さあ、作戦はまりましたね。タングステンの 28g でね、ここは午前中ロックフィッシュをね狙ったアングラーが入ってたんですけれども、まあ、そこで攻めきれてないところまでね遠投して、でズドンと落として、ちょっと大きいのを狙ったらもうまんまとはまりました。でそれまでね僕はジグを投げたり、まあ、いろんなルアーね、この2日間投げてきましたけれども、まあ、このリールとね、竿があればいろんな釣りが1本でやれちゃうので、ぜひともね皆さん、使ってみてください。そしてね、フルキャストしてほしい。もうとにかくね振り抜きの爽快感がいいので、それをね投げてるだけでも楽しいし、また飛んだ先で
誰もね、まだ釣ったことのない魚がいると思うんで、ぜひともね、それを狙ってチャレンジしてみてください。